ちゃんちゃん可愛いっすね。いつものなんか言ってしまえば可愛い。はい。でから始まるからな、はい、絶対声は出さないっていう可愛いんだよな。可愛さがねありますけども、ユッティ出すユッティ一番人気あるんじゃないですか。一番人気ですからね。ユッティチャンネルマジ作った方がいいかもしれない、まあ、ちょうど今日はあのちょっとお金の話なんで、ユッティみたいな可愛いちょっと要素ももしかしたらいるかもしれないんですけども、はい、ですね、プロ野球のどういう意味順もよくわかんなかったです。何ですか、やっぱりお金の話ちょっと汚いじゃないですか、やっぱ変な話ちょっと汚い話になっちゃう。何のお金だよ。プロ野球の、お食系ではないっす。お食と朝廷じゃないっす。それ豊川さんだから。はい。お食ではないかもしれないけど。はい。プロ野球の平均年俸ランキングというものがですね、はい、出ました。出ました。出揃いました。はい。これはもう豊川さん敏感っすから。はい。で、敏感じゃないの。メス入れましょうよ。なんと1位に、巨人が、返り咲きということで、返り咲きね、はい、まあ、今までソフトバンクがやっぱりこうバーっていってましたけど、やっぱりみんなの印象はソフトバンクだろうね。はい、そうですそうです、まあ、巨人が1位で、まあ、平均、6926万、だから日本人選手だけ、日本人選手だけ、日本人選手731人に挑戦して、だからそれはあれでしょ、はい、1人分合わせてでしょ。そうですね、はい、そういうところだったんですね。2軍合わせて6600万、6900万ですね。もう7000万か、はい、もうほぼ7000万ですよ。でソフトバンクが2位で6538万、うん、でこの3位からはもう4000万とかになってます。4300万とか、ガクッと落ちる、ガクッとちょっと、ね、ここがやっぱりもう、いやでもガクッて落ちるっつったって4000万、はい、すごいっすけどね、4000万でも。中日は中日、ちなみに、中日ドラゴンズ、はい、2973万の第11位です、ね、まあ、ちょっと低いじゃん。低いっすよね、ちょっと低いけど、やっぱファンあってのプロ野球、まあそうですね、ファンあっての球団では、ね、ちょっと客の入れが悪いよな。いや、それは確かに、うん、確かにそうなんですね。だからそれはもうちょっとしょうがないと思う。名古屋ドームね、入るでしょ、結構、うん、そうですね。いや、それ DeNA はどうなって、ちなみに DeNA はですね、6位ですね、6位の3657万ということで、平均が、はい、巨人の半分か。はい、そうですね、割とセリーグがやっぱ上の、ちょっと順位発表してる。あ、そうですね、1位が巨人、2位がソフトバンク、3位阪神、4位阪神、本心ですね。いくら、4381万ですね、これが平均ですから。阪神、じゃああれか、鳥谷、はい、糸井、福留が高いのが、まあ、そこら辺だと思いますよ。そこがやっぱ、持ってってます。って平均上げて。で、まあ、4位、あ、4位楽天ですね。楽天、楽天、読みにやってますよ。楽天ですから。楽天いくら、4288万です。平均ですよね。ああ、やっぱね、はい、巨人が丸、はい、で、浅村行ったでしょ。楽天に。楽天、はい。だこれがやっぱちょっぱんと上がった原因だと思う。一気に引き上げてると思いますね。はい。で5位広島で、広島はさ、はい、3連覇してるわけでしょ。はい、それで5位、5位ですね。またこれ 俺言うとさ、はい、広島嫌いかとか言われるから広島と阪神にすごい敏感にね。あ、広島嫌いかじゃなくて、もっと上げてもいいんじゃないか。そうですよね、うん、それもやっぱ成績は出てますから。そうですよね、球団としてはやっぱ勝ってますから。でも丸が抜けちゃったからな。ああ、だからそういうところあるかもしれないですね、実際で。6位 DeNA、うん、7位日本ハム、うん、8位西武で、9位ヤクルト、10位ロッテ、11位が中日と、一番12位がオリックスですね、最後。日本ハムとちょっと意外ですね。意外、もうちょいなんか、もうちょい上かな。あ、そう、イメージありますけどね、僕も。日本ハムって、そんなに年俸を取ってる選手っていうのは、あんまりいない感じがするよね。年俸取れそうな時に、ポスティングで出したりだとか、トレードで出したりとかしてるような印象がある。だから今、高いのは中田翔と、はい、宮西投手、ね、宮西とぐらいじゃないの、ね、あとはこれからの選手も多いし、若い選手なんかみたいになってるんですかね、もしかしたら、うん、そしてまあ、その日本人選手で、はい、最高年俸が、はい、菅野投手の6億5000万ですね。はい、はい、もうこれ金額推定ですけども、何に使うんですかまあ使えっつったらいくらでも使えるのかねって一日、お前キャバクラお前行って、お前どんじゃん騒ぎしてみ、100万すぐ飛ぶから。もう100万でも、いやいやいや、それやつやりますわ。
連れて行け。いや、俺もそんな遊びで行くんはもう。いや、でも昔はでも、やってたんですよ。やってたの、昔は。どんちゃん。そういう。まあ、キャバクラじゃないけどね。クラブとか。ああ。まあ、税理士に怒られたことある。これは何の領収書ですか。なんて言うんですか、それ。ちゃんと言うんですか。いや、それ飲み行ったって言わなきゃ。クラブで、どんちゃん。これは何ですか、接待したんですか、しないんですかみたいな、いやいや、ちょっと人連れて行ったりみたいな、でもやっぱなんかこう堅実にね、お金も使いそうなタイプじゃないですか、菅野投手。まあ今の選手っていうのはそんなにどんちゃん詐欺しないよね。あんま遊ばないかもしれないですね、そんな夜飲み行ってわーわーやったりとか、あんまりしないでしょ。はい、まあ、車とかですか、家とか、そういう、そういう、まあ、そういうところもあんまり頓着ないんじゃないの、ドキンって。だから将来設計ができてんじゃないの。なるほど、引退した後のこと、まあ、もちろんそれも考えてんだよ。税金がすごいですもんね。まあまあね、でもね、金の使い方っていうのはちゃんと勉強しておかないと、はい、これから家が欲しいとか、はい、もうね、空き家だらけになるからね、これどんどん家の価値は下がってくるから、あ、なるほど。で今お金持ってるからって取り付かない方がいい、はい、タイミングがあるってこと。タイミングがある、あ、うん、そこの見極めがやっぱり考えてないか分かんない。いや、そうで、固定資産税っていうのもかかってくるしさ、はい、で子供が行って譲渡するときにでも、はい、これ大変な金がかかる、はい、壊すのにも金がかかる、壊さなかったら固定資産税がかかる、はい、でも売っても二束三文、うん、もうね、全部市に、市とかにあげるんだから、もう、あの、関わり合わないって昔の話だよ、はい、昔の話は球団経営で75億あったら経営できるって言うんだよ、はい、いや、経営できるっていうか75億が必要だって言うんだよ、はいはい、ね、それで昔の話だよ、はい、今 DNA の話じゃなくて昔の話。昔ですから、昔ですから、ね、まず人件費25億、はい、で、放映権料、昔はジャイアンツ戦とかバンバンやってた、はい、これが3試合やるとグッズとか いろいろ売り上げ、弁当も含めたり、はい、いろんなことをチケット販売とかも含めて3試合やると10億あった。10億で、グッズ販売とかいろんなもので、まあ、20億、はい、25億75億ぐらいはあると。今いくつ、はい、総額、うん、人件費、人件費23億ですね。俺ら安く使われてたわ絶対安く使われてた。これ見るとバカりますね。だって昔の方がお金は入ってきてたのか、なぜかというと、はい、今放映権料が、はい、昔は25億って言われてた、はいはいはい、ジャンセン、はい、もう地上波でやってたから、うん、それを考えたら、うん、昔の方が、昔も今もあんま変わらないわけよ。いや、今の方が人は入ってるから、はいはい、いつも満員だからそのぐらいの金は入ってきてると思うんだけど、はい、昔はもうちょっと安い、安いっすね、はい、だからスーパーカトリもかなり燃費良かったんですよ、うん、確かにハイブリッドだよ、ね、プリウスみたいな外車じゃない家はお前軽油で走ってたみたいなもんだよ、ね、おいおい早く入れてくれよみたいな感じだったねまあまあ、金のことはね、はい、言ってもしょうがないけど、まあそうですね、もうまあこれでファンは夢を持てるかどうかだよね。ちょっと、まあ、でも数字が大きすぎてわかんないですね。1軍年俸、まあ、1軍の平均が、DeNA は7259万ですね、平均で、まあ、いやいや、巨人は、巨人が1億2064万です、はい、で、ソフトバンクも1億1904万、ここだけも多くいってます。下はもう7000、8000になりますね。やっぱり夢あるなありますよ、これは奥っすよ、だってそうじゃなくても高いっすから。これあれでしょ、年俸でしょ。はい、そうです、年俸。これにプラスインセンティブっていうのがつくから、ね、ああ、ね、よく聞くやつですか、いろいろ別の、うん、はい、ある選手は1打点10万だから。マジっすか、うん、それ球団によって全然違うんすか。もうそれ全然違う。1打点10万の選手もいます。3本打ったら100万、4本打ったら200万、5本打ったら300万っていう選手。マジっすか。そういうインセンティブもあった。金が飛び交ってますね、もうすごいっす。3盗塁死はなかったっすか。3盗塁死、なんで死んだよお前、罰金やないか。マイナス